デイリーキックトゥゴー、デイリーキックトゥゴーみたいな感じで。どうも、じゅんです。今日はですね、電動キックボードですよ。電動キックボード。まあ、大人のおもちゃですよね。大人のおもちゃ。これは完全に。あ、ちなみに今、オズモアクション撮ってるんで、音がね、悪かったらちょっと申し訳ないなと思います。純正マイクで今、撮影してます。で、ここに名前とかは、下にテロップ出せれば出しますし、概要欄に詳細を出しておきます。これなんと最初も値段言っちゃいますけど、これ3万円切ってるんですよ。3万円切って、なんかクーポン適用で、なんか29,999 円ぐらいで買った気がします。送料込みですよ、しかも。3万切って、この、なんか電動キックボードが手に入るっていうのは、結構魅力的だなと思って、まあ大人のおもちゃみたいな形でですね、買いました。で、セグウェイとかってやっぱ結構高いじゃないですか。で、あとまあミニセグウェイみたいな形で、こうやって、ね、乗ったりするだけの、体傾ければ前に進むっていうね、ハンドルがないセグウェイみたいなミニセグウェイも結構人気で出てますけれども、やっぱハンドルあった方がね、扱いやすいっていうのがあって、今回これを、買ってみました。本当はスターキャンプ行った時に、ふもとっぱらでできればいいなと思ったんですけど、ふもとっぱらキャンプ場結構砂利道だったんで、やっぱ砂利道にはね、向かないです。だけど、まあ、動画今先、冒頭流しましたけど、かなり速いんですよ。24キロぐらい出てるみたいです。メーターで見ると。24キロぐらい。ただ登りがね、ちょっと厳しいかな。20度まで登れるって書いてあるけど、実際は登れない気がしますね。でも本当に、これは楽しい。ただ、法律的にはですね、日本ではこれ公道実は走れないんですね。公道走れないモデルになってますので、まあ今現在これ実は施設の中の道路ですので走れてますけれども、こういったところでしか現状使えないというところ、あとはキックボードとかがスケボーとかね、そういうの禁止されている公園とかは使えないんですよね。なんか中国だか韓国だかだともう普通にセグウェイが走ってるって聞きましたけど、日本もね、なんかもうちょっと考えてくれればっていう気はしなくもないですけどね。なんか場所によってはもう、電動キックボードとかを使って、なんか特区にするとかっていう福岡だったかな、かなんかでやってるみたいですし、埼玉県も免許付きのとか原付免許が確か必要になるナンバー付きの原付扱いになる電動キックボードをなんかレンタルしてるとこもあったりとかっていうのもあるみたいですね。はい、こんな感じでここにね、メーターがついていて、これね、ギアなんですよ。1、2、3みたいな感じで、こんな感じでギア表示されます。だギアっていうか、1だとスピードが制限されるみたいな感じ ?2、3って言って。その制限がだんだん3に行くにつれ解除されて、3だとマックススピードが出せるっていう感じ。で、このでっかい数字がスピードメーター。バッテリー残量。これが距離ですね。今走ってきた距離。時間とかは、なんか走った時間とかそこら辺もなんか表示ができるようになってます。はい。で、これなんと LED ライトがここについておりまして、この赤いボタンを押すと、こんな感じで LED ライトがね、点灯するようになってます。で、ここのところに AC アダプターから来た線を出して充電するということですね。はい。結構ね、長く乗れますよ。詳細は概要欄見てください。で、アクセルとブレーキどうなるかっていうと、これがアクセル。これがアクセル。これね、試しにちょっと前輪浮かせて、これ回しますよ。回すと、こんな感じでタイヤが回るんですよ。これがアクセル。で、ブレーキはどうするかっていうと、普通のキックボードみたいに、ここ、これね、これを足で踏むことによって、タイヤに直接すりつけて摩擦で止めるっていうフットブレーキももちろんありますが、電子ブレーキみたいな形でですね、ここ、これをかけることによってブレーキがかかります。ただ、モーターをなんか、なんだろう、回生ブレーキみたいな形で、モーター使ってブレーキをかけてるんで、これね、モーター実はこれフロントタイヤに入ってるんですよ、これ。フロントタイヤに入ってるんで、フロント駆動ですから、前輪がグッてブレーキがかかる感じなんで、つんのめる場合がね、場合によってなんかあるんじゃないかなっていう気がするのと、急坂だと意外と止まらないです。急坂だと止まらないし、ゆっくりだとクッて止まっちゃう。結構ね、調整がこれ難しいですね。だフットブレーキと併用してもらうといいかなと思います。で、おそらくね、この筒の中にバッテリーが入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、これのいいとこは、これね、折りたたみ式なんですよ。でしょね、こんな感じで折りたたむことができます。これは動いちゃうんだけどね。これが動いちゃうのはどうにかしたいんだけど、でも簡単にね、車に積むこともできますし、自分が乗ってるアウトランダー PHEV のキャリア、上のキャリアにでもね、積んで持っていくこともね、できました。まあそこそこね、重さはあるんで、なかなか女性だとちょっと扱いづらい部分もあるかもしれないですけど、それでも結構ね、
使いやすいです。はい。で、これね、電源のオンオフは結構簡単で、さっきのメーターのところの真ん中のボタンをこう長押しすると、電源が入ります。切るときは同じように長押しすると、電源が切れると。まあ、これだけのことなんですね。うん。非常に簡単に扱うことができます。まあね、これが公道で走れればね、めっちゃ楽なんですけどね。今、ここの施設がめちゃくちゃ広いんで、逆に移動するのにすごいね、助かってるんですよ。この、キックボード。すごい助かってます。で、こんな感じであの、GoPro のね、マウントつけたりして、あの、アクションカムじゃなくて、オズモアクション使って撮影したりもね、してますけれども、まあ、なかなか面白いです。これ振動ボールに拾っちゃってるからどうなんだろう。微振動やばいかな。全然あのジンバルも何もクッションも入ってないし、ハンドルに直結なんで、すごいかもしれない、もしかしたら。なんかこれバンさんのデイリーキックトゥーゴーみたいですね。デイリーキックトゥーゴー、デイリーキックトゥーゴーみたいな感じで。チャンネル登録よろしくね、とかって言ってますよね。あれ好きなんですよ、バンさんのやつ。ちょっとね、今上りなんだけど、上りだとね、どうしても体重のせい登んないんすよね。何なんだろう。いやーでも超楽。あぶね。超楽。ふぅ。はい。まあ、ということで、本当にね、大人のおもちゃになってしまうかもしれませんが、まあ、3万円を切って、この電動の乗り物が乗れるっていうのは結構魅力的なんじゃないかなと思います。下にあの概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、他のメーカーさんもいろいろ出てましたけれども、ぜひ試してみるといいんじゃないかなと思っております。ということで、今日は簡単ではありましたが、こんな感じで電動キックボードですね、のご紹介をさせていただきました。こんな感じでガジェット関係ですとか、あと最近だとドローン関係、水中ドローンとかね、パソコン関係、カメラ関係、車関係、アウトランダー PHEV、いろんなことやっております。他の動画もぜひ見ていただいていいなと思いました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またこの動画が良ければ高評価もね、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。本日も長々とご視聴いただきましてありがとうございました。音取れてるかな？なんかオズモアクション取ると音なんかずれるんだよね。